ヨメコレプレゼンツ、ミサオサチカ、ミシャアスカのチアリングパーティー。皆さんこんにちは、ミサオサチカです。皆さんこんにちは、ニシアスカです。この番組はミサオサチカとニシアスカがチアリングパーティー応援団を結成、私たちが応援しますをコンセプトに、リスナーの皆さんやカードコレクションアプリヨメコレを応援していくラジオ番組です。はい、はい。あ、どうしました？あ、なんかカンペが来たま、来たます、来たます、来たます。読み上げますよ。前回話に出ていた鷲崎さんですが、はい、このラジオを聞いているか今この場で電話して確認してみましょう。はあ、実は今スタッフさんが電話をつないでいるそう。今ですか？今、え、つながないで、つながない。確かどうする？どうしよう。え、本当ですか？すごい、叱咤激励じゃなくて激怒されたらどうしよう、ね、激怒。そういう人じゃないけど、うん、じゃあ、ご挨拶からまずする。ということで、鷲崎さんこんにちは。鷲崎、こんにちは。こんにちは、どうも、わさびです。はい、よろしくお願いします。お願いします。何かよろしくお願いします。何これ？ヨメコレプレゼンツ、ミサオサチカ、ニシアスカのチアリングパーティーという番組でございまして、聞いてるもん。ああ、ありがとうございます。バビビシン、ニシさんがあのびっくりでごちゃごちゃしております。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。あ、どうも。その説はいろいろと、手だった方ね。あ、じゃあ、すいませんでした。全部須崎彩のせいだけど。あ、よかった、全部彩ってのせいだ。え、本当に聞いてくれてるんですか？まあ、あれだよ、全部じゃねえけど。いやいや、聞いてますよ。結構長い番組なので全部聞くの大変だと思うんですけど。なんか続けてますね。そうですね。ちなみに鷲崎さんのモノマネをした回は気になられました？モノマネ、モノマネしたっけ？なんかお互いの師匠をモノマネするって言って。あれね、モノマネじゃなかったけどね。とか、コウ君の真似と俺の真似したやつです。そうでした。あとなんか私が1分間鷲崎さんについて語るっていう恥ずかしいやつって。お前すごい褒めるな、俺を。いや、いるときは褒めないですよ、恥ずかしいし。見たことないもんね。ただの通風おじさんじゃないですか。そうだね。人の病気を簡単に笑いもんすんなよ。なんか このコーナーいいねとかあります？このコーナーいいねか、難しいな。三沢さん、宇坂さんの話するときに、はい、基本的に現場ですごい仲良くて座ってたら、横で上坂すみれちゃんが私の肩に、頭をちゃんと乗せてくるみたいなトークをしますけども、はい、3つぐらい鉄板で笑いになるエピソード持っといた方がいいです。わかりました。違う、なんかコーナーじゃねえ、コーナーじゃない。ちょっと帰ってきます。はい、ちょっとアドバイスいただきました。え、わしだっけ、態度も、はい、最近なんか三沢さん他のことなんか仲良くやってるもんねみたいなこと言ってたよ、ラジオで。はい、私も上坂すみれさんをすごいウォッチングしてるので、言ってるのを聞いて同じ情報を握ってると。そうだから昨日 LINE で、え、すみれさんも浮気してるじゃんっていうLINE 送ったら帰ってきません。よかった、帰ってきて。じゃ、西さんにアドバイスあります？西さんにアドバイスですか？ください。この番組においては特にないんじゃないですかね。私すごくもう好き放題やっちゃってるんですけど、大丈夫なんですか？あ、分かった、じゃあ、ね、ちゃんと喋ること。噛まないことを目標に。そうだね、ウヤ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 って言ってるのが大体2割ぐらいあるから。2割、あ、結構多いですね。それが西アスタゲだよね。いやそれがいい、またいや、ありがとうございます。兄さんも赤も見られてる。ウェイミーヤ。いいもあの安本君に叱られて、ちゃんと。ああ、もう常日頃叱られております。そうか、そういうことか。そうお互いのね。じゃあ安本さんに私褒めてもらおう。新しい、それだ。多分私のこと知らないと思うけど。ちゃんと自分のクラスの担任が先に持ってる。担任の先生です、鷲崎さんは。はい、あとですね、うん、あのガラケーしか使えないというか、あのスマートフォンあんまり使いこなせないおじさんじゃないですか。うん、言葉選ばなくていいよ。
ールできましたか？嫁これをインストールできましたか？うん、しましたか？してくれって一回も言われてないからしてないですね。あ、マジですか？なんとなんか三沢と西さんを撫でたりとかできるんですよ。あのね、そうなんだから番組聞いてるからなんか撫でるとか、うんうん、なんか言ってんじゃん、うん、触るとか、うんうん、今のリュウ君なんかいかがわしいのかなってちょっと思ってる。まあ軽くいかがわしいです。認めちゃった。え、そんなことない。月額いくらでいかがわしいの？え、月額いくらでいかがわしいの？あ、なんとね、無料で、無料でいかがわしいの？無料でいかがわしいんですよ。これはインストールしなきゃごめんね。ひどい。嫁これラジオ。じゃあ今度お会いした時に私インストール勝手にしますので、で嫁に西と三沢を入れるので、はい、ぜひ撫でてみてください。わかった。朝な言うな、無料で撫でれるわけね。そうです。頭だったり、体だったり撫でられるので。ちょっと体だったり撫でれるの。あ、ゲーム内ですけどね。だったりするんで。ないだボケ。なので、ぜひ、嫁これのラジオこれからも聞いていただきたいのと、あと嫁これをちょっとプレイしていただけると嬉しいです。はい、そうだね。水田さん、なんか緊張してるね。緊張してますわよ。だって、なんで鷲崎さんとつながってるの？そもそもどうもわかんないよな。そうなんですよ。まあでも鷲崎君もつなげるべきだよな。そう怖い怖い。じゃあ次回以降に期待して。休む私休む。休まないでください。ということで、なんか急な、お願いを聞いていただきありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。じゃあね。はい、失礼します。はい、ということで鷲崎さんにお電話で出演させていただきました。ねえ、じゃあ動揺してる、ね、動揺するよ。そりゃそうだよね。師匠が時間差で聞いてるのも緊張するけど、生で聞いてるっていうのはびっくりだよね。だ ね、 ね、時間合わせてもらっちゃって申し訳ないのもあるんですけれども、うん、やっぱりちゃんと聞いてくれていて、そうだね、うん、嬉しいですね。西さんばっか褒められてるじゃん。いや、でも私もほら安本さんに褒められないから。あ、そうなの、うん、じゃあ安本さんに電話かける。かけないじゃあ私安本さんやる。え、あ、もしもし。あ、嘘、ごめんなさい。今やってもしもし、西、いい加減にしろ。そういうこと言われるんだ。分かんないじゃあもういいです。もう電話かけませんから。ね、もう電話はもうこれっきりにしましょう。うん、それかもメールとかでいいよね。あ、そうしよう、うん、個人でね。個人でね、怒られましょう。はい、はい、ということで鷲崎さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。